吉田さん。私ね、クレジットカードを持ってるやつのほとんどがプラチナなんですよ。で、プラチナの上って基本的にもうブラックしかないんですけども、ブラックがね、なかなか難しいですよね。まあ JCB はなんとかブラックの審査にこぎつけそうなんですけどまだわかりません。JCB ね、国内カード。日本でブラックといえばもう JCB しかありませんからね。あとやっぱり、あの、あれですよね。 アメックスカードのブラックっていうのはもうこれ天井人なんで私はもうちょっとこれは無理だと思います日本で5000人でしょちょっと無理ですねそこは目指さないようにするのが私なりのブラックへの敬意かなと思いますでねプラチナカードでもね結構得点があるんですよブラックとそんな遜色ないぐらいのねまあブラックの方が絶対強いですけども、まあ、こういうのがこういうので来るんですよあのアメックスのプラチナカードを作るとこれ黒い封筒できて で、週、月刊誌も届くんですよね、専用の。中に入ってる、販売商品は高いです、うん。まあね、高いというぐらいなら、プラチナとか、ブラックを持つなってことなんですよね、きっとね。いや、まあ、いろいろありますけども、吉田さん、あの、三井住友カードね、なんかちょっと、手こずってますね。まあけど、いろいろカードの話しましたけども、あの、カードの概念もだいぶ変わるんですよね。なんかカードって、 ちゃちゃっと作って、あ、無料で作らせてもらえるんですかありがとうございます。じゃなくて、いや、金をくれるんだったら作るよ、みたいなね。こんな感じになりましたよね。それだけ儲かってるんでしょうね、やっぱりね。無料でカードを作ってもらって、で、セルフバッグ2万とか入るわけですから、相当カード会社儲かってると思いますよ。もうこれは。やっぱ金融を司るものは、世界を司るかな、というとことで,ですね。今日は、こんなとこで、風呂も上がったんで、これから寝ます。じゃあ、おやすみ。